なにこれ、嘘だよタワーですか？ エイプリルフールだから？なになになに、びっくりする。ちょっと待って待って待って、なんか これ星の代わりってこと？星？なんかキラキラの代わりってことですか？待って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 、なんでこんな こんな溢れてんの？ちょっと待って待って、やり、みんなちょっとやりすぎじゃない？やり、やりすぎでしょ。ちょっと、おーい。コメントが読めません。何これ、もう、何、もう、怖い！やめて！ もう、集合恐怖症じゃん。何、怖い、やだー！ コメントが読めない。やめて！ このタワー。何個あんの？一人めっちゃ持ってるってこと？コメントが、何もう、読めない。何？全然こ、ちょっと待って待って、止めよう。じゃあ一旦コメント。一人当たりに2000個ぐらいもらってる。そうなんだ。これキラキラの代わりってこと？いや、なんじゃこりゃーって感じだよ。どういうこっちゃ。こんばんは。どうしようかな。じゃあギフト読めなかった。ハイキーさんかな、投げてくれたの。ありがとね。もう怖いんだけど。何これ、私もちょっと投票モードにしようかな。投票、これか。投票モードにしました。怖かった。これでコメントが読めます。ちょっとコメントが本当に読めないから、普通に
いろいろまず話したいからまずいろいろ話したいから今日のお礼配信のこととかね。だからまずちょっと閉じさせて、みんなの持ってるものがもったいないとかいろいろあるかもしれないけど、ちょっと待って会話がままならない。うん、申し訳ないけど会話がまともにできない。うん、開始早々だって全部流れていくもん。はい、今日はですね、そう、あのね、私ね、あれになったんだよね、健康アンバサダーになったんですよ。そう、これね、言いたかったことなんですけど、そう、南さんがずっと歯科医師協会の、歯科医師協会って合ってるよね、名前、兵庫県歯科医師会、歯科医師会でした、兵庫県歯科医師、歯科医師会の、健康アンバサダーをされてたんですけど、それをね、兵庫出身の空葉さんと私で引き継ぐことになりまして、ありがとうございますって感じですはい、うん、兵庫のお仕事ができて嬉しいです。新年度からこうやって嬉しいことを早速報告できてよかったです。この間私が配信で歯磨いてた時あったんですけど、その時に歯科助手をしたことがあるとかっていう話をしたんですよ。で、あ、もう一つ嬉しいお知らせがあるのでもうちょっと待っててくださいねっていうことで情報を解禁させないように黙ってたんですけど、まあこのことで、はいそうなんですよ。まあね、南さんが勤められていたことをね、私たちもね、2代目とか3代目とか続くんかな分からんけど、うん、でも2代目になってすごいありがたいことですね。頑張ります。はい、まだ何をするのか聞かされてないけど実際なんかあれですかね、どんな活動をしていくんですかね。なんか保育園とかのさ、歯ブラシの使い方みたいなやつにさ、なんか登場したりするんですかね保育園とか幼稚園、小学校それは分かんないけど、そうなんですよね、 2.5 期生と3期生の中にも兵庫出身の子がいないから、まあ兵庫出身っぽい人がこれからも引き継いでいけばいいんじゃないですか。すごいごめんなさい、適当なこと言いましただって私もさ、あれですからね、福岡出身なんですよ。もともとは大分いたり転勤族だったので、うん、まあ、生粋の兵庫出身かっていうとそうでもないのでうん、まあなんか、兵庫出身っぽい人これからどんどん
抜擢すればいいんじゃないですか。適当なことを言いました。そう、私本籍はね長崎なんですよ。あとね、あれじゃない、あの歯並び綺麗な人とか、なっちゃんとかどうですか。あ、でもなっちゃんあれか、山口でもう歯のお仕事してるね。 CM 出てたよね。そうですよね。大事なことをいつでも教わってきた。確かに STU って歯のお仕事多い。4期生の募集あるかな。でも確かにそんなに遠くなさそう、4期生募集の日も。じゃあその時に兵庫出身の歯並びのいい人をいい子を STU に入れて、じゃあ未来の兵庫出身歯並びのいい4期生の子と一緒にアンバサダーしますか。私矯正とかねしたことないんですよね。だけど歯並びで困ったことないですね。結構私の友達もさ矯正してて、同じとこ行ってたかな。なんか私がその歯科助手をしてた歯医者さんにあの私の友達が矯正でお世話になりますって来て、でもう一人の友達も同じところに来て吸い寄せられてます、同じところに。てん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 。まあそういう嬉しい報告が、令和6年ですか、もう。え、令和って6年経つ。令和6年新しいいい報告ができてよかったです。たん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 。私さ平成9年生まれなんだけどさ、なんかこんな感じなんでしょうね多分。平成始まったばっかりの時に生まれた子たちみたいな感じでさ、え、平成9年なんだみたいな、最近生まれたんだねみたいな言われてたけど、私もさ令和3年生まれとかの赤ちゃんとかだったらさ、え、超最近やんみたいな、こんな感じなんだろうな、永遠とずっとそういうのが続くんだろうな、新しい原稿になっていくたびに。テレレレテレレレテレレレレレレ。みんな年取るし、みんな死んでいくんだよね。
昭和です。私昭和好きだよ。新しいことが全てじゃないしね。私昭和すごい好きな時代、生きてないけど、いろんな過去の出来事とか、見てたら、いいこと悪いこといろいろあるけど。うん、歌とかすごい好きだし。てん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 。あ、一日で治ってる。昨日さ、昨日のコンサートの日に限ってさ、ここがさ、赤か、なんか赤いなんかができてさ、でも一日で治ってる。ファンデーションで隠してたけど、よかったです。混ぜて描けばいいのか。じゃあ今日はお礼配信なので10時半から始めたいと思います。昨日の卒業コンサートのカメコ写真があれば是非私にください。昨日新しい空っぽにしたのね。だからちょっとどんな感じか見たくてさ。ミキリカがチャボブになった。あ、見た。てかユキリカさ、私の配信アカウント、ショールームのアカウントフォローしてくれてるんだよ。なんか通知が来るようにしてるらしい。なんでなんでって聞いたら、なんか気になるって言ってた。かわいい。ゆきりかのそういうところすごい好きなんですよね。なんかゆきりかってさ、みんな知らないでしょ。なんかさ、結構ポーカーフェイスじゃないですか、ゆきりかって。でもね、結構可愛いところいっぱい、可愛いところも面白いところもね、いっぱいあってね、そういうのすごい私もなんかなんだろう、気になるっていうかし、多分ちょっとずつ小出しにするタイプなんだろうなって思う。
私ね、誰もね、スティーユのメンバーね、フォローしてないんだよね。あ、あれですよ、ショールームですよ、ショールームはね。そう、STU 通知が多いのでそうなんですよ、大事なものを見逃してしまいそうで、私下手くそなんですよ、本当に。いろんな活用が、だから大事な通知とかがね、下がっちゃって、ってなったりしたらもうダメなので、そう、そんなの来とったっけっていうこと多いんですよ。そんな連絡来てたみたいな。だからそれが埋もれてしまわないように、通知、申し訳ないけどね、フォローはね、誰もしてないんです、すいません。見落とすんですよ。なんかさ、何言おうとしたっけ。忘れた。キイカは、いや、私だけじゃないと、なかったですね。誰かいろんなメンバーフォローしてたよ。今日のお礼の洋服は何を。うわー、びっくりした。なんて。すいません。壊れてないです。危ない、危ない、ちょっとちょっと危ない、危ない危ない危ない、事故りかけた。今日はお花のピン止めをしますかね。よし。
しいになじって、うん、君はどんな顔して空に浮く、うん、教えてよ。じゃあ今日はこのワンピースを着たいと思います。じゃん。なんかすごいかわいい、これ思ってたより可愛いです。びっくりした。なんか衣装みたい。衣装プリンセス感ありますね。では今日はですね、26位の方から、26の皆さん、アンダー26の皆さん、お待たせしました。お礼配信を始めたいと思います。ダダ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 チャ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 。赤いスイートピーに聞こえるよね、あれ。チャ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 タタ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 。イベント。写真集。イベント。お礼。配信。どっちも好き。どっちの曲も好き。じゃん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 。じゃ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 んじゃ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 んじゃじゃじゃ。奴隷配信にまず20、とりあえず16位から26位の方お礼します。あ、プロフィールね、そう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 、更新してなかった。
消しときますね、ルームの文字。9日と10日にできてないから、削除 OK。 じゃあそれではですね、26位の方からお礼していきます。あ、でゆきりかが来た。え、ゆきりか、これゆきりか本物ですか？ゆきさん、ゆきさん、袖をたわ投げてる。ゆきさん、たこ焼きパーティーしようね。たこパ、でも私たこ焼き器持ってないから、ゆきさんのたこ焼き器でやろう。てかなんでさ、ボブなん？なんでボブなん今日？さっきね、チラッと見たよ。なんでボブなん？あとさ、今日聞きたかったんやけどさ、あのローソンのさ、おっきいやつ飲んでたけどさ、あれ何飲んでたんですか？何飲んでるかちょっと聞きそびれた。でも気になってたんよ今日、何飲んどるんか。カフェラテ？あ、カフェラテ飲んでたんだ。テレテテテレテテテレテテ、あつー、あ、じゃあ写真集のイベントのお礼をさせていただきますね。まず26位の方からいきたいと思います。家メガネさん、ありがとうございます。ひげメガネさん、
3。はい、それでは私こんなのに書いてたっけ。あー、なるほどね、紙が違うんだ、だからか、なんか違和感を感じた。じゃあ今日からはこの紙になります。はい、じゃーん、花束。このカメラ広角じゃないから全然衣装が薄んない。じゃーん、26位ひげメガネさん、ありがとうございました。お礼遅くなってすいません、たくさんの応援ありがとうございました、本当に優しいです。いつもいつも優しい、ありがとね。ありがとう。じゃん。なんかひげメガネさんは。優しすぎてなんか気づかれない間にあのなんか気づかれない間に大変なこととかをじゃあ任せたってなんかこう言われてそうなイメージなので、もしなんか困ったことがあったら私が代わりに今ねコメントだけにしてるから大丈夫だよ、ありがとう。私が代わりにそんな人は怒るので言ってください。そんな人は私が許しません。てかひげメガネさんを嫌う人は私が許しません。っていう謎の謎のあなたの味方だよメッセージでした。ありがとうひげメガネさん、26位でした。遅なりました、ありがとね。ありがとうございます。続いて25位、
アーリーさん、アーリーさんありがとう。これありがとう、写真集おめ楽しみ。え、嬉しい、ありがとね。アーリーさん、もう本当にたくさんイベント応援してくださいました、ありがとうございました。どうやって持とう、こうやって持とうか。なんかね、お話し会とかで話してるとアーリーさんの反応がすごい面白可愛くて、なんかいじりそうになっちゃいます私より女子みたいな、もうキュルンとした笑顔を見せてくれるのではい、なんかウサギと間違えちゃいますね。ウサギと間違えちゃいそうになります。アーリーさんはウサギかと思ったらアーリーさんでしたっていうことがありました。はい、もう本当になんかイベントもそうやし、ちょっと前からね私のこと気になって応援してくれるようになったんですけど、こんな私ですがいつも応援ありがとうございます。そして遅くなったんですけど本当にイベントありがとうございました。写真集楽しみにしててください、ありがとう、ありがとう。続いて24位、ラブ24位はバオバブさん。24位はバオバブさんでした。よいしょ、入ってますよランキング。ありがとうございました、バオバブさん、ありがとう。不審者楽しみ応援してよ、ありがとうございます、嬉しい。いい写真集に絶対します。バオバブさんはですね、あのいつもファッションがなんて言ったらいいんですかね、まあ、とにかく安定的で、すぐ分かります、あバオバブさんだってなんかなんだろうな、いにしえの
いにしえの、いやちょっと違うな、なんだろうな、いにしえ、ちょっとあの最適な言葉が見つからないんだけど、でもね、あの服見ただけで、あ、バーバブさんだってわかる、後ろ姿でもねわかるようになってきました。はい、ありがとうございます。でもたまにお話し会で違う例にいたりするからちょっとびっくりしますね。普通にいるからびっくりしますありがとう。24位バオバブさんでした。はい、それでは続いて23位ジャボテンさん、ジャボテンさん、あ、いた、ありがとう。じゃーん、23位ジャボテンさんでした、ありがとうございました。お花、ジャボさん写真集おめでとうございます。めっちゃ楽しみです、たくさん買います。嘘じゃないよ、嘘じゃないですよね。今日4月1日だから本当に嘘じゃないですよね。ありがとうございます。あ、ちょっとこっちこうした方が見えるね。本当に普段からいつもね、本当に本当にたくさんの応援をしていただいてるのでラブです。もう私のこのコメント、ジャボさんに対するコメントはいつもこの左の心臓から感じている本当の気持ちです。こんな感じで、 こっちが心臓で、左ですよね心臓って、はいはい、ここから出てきた言葉です。ここから出てきて喉を通って今口に出て、こんな感じ、ここにカードに出てきましたありがとう、ラブさんじゃないジャボさん、ジャボテンさん、ありがとう。サボテンが好きなんですか？サボテンが好きなの？なんでジャボテンなの？名前ありがとうございました。いくつか部屋にあります。あ、そうなんだ。え、本当にサボテンが好きなんですか？そうなの？いいね、私もサボテン飼いたいな。なんかペットみたいに言ったけどサボテン飼いたいなサボテン育てたいな、かどっちかって言ったらなんか猫飼いたいなみたいな感じで言ったけどサボテン欲しいな、かサボテン生き物じゃないもんね飼いたい、まあ別におかしくないか、サボテンを飼いたい。
次、22、うりんちゃん、ありがとうございます。うりんちゃん、じゃん、プリンちゃん、なんとか起きていられてよかった。風呂上がり、あ、そうなんだ、お風呂から上がったんだ、ありがとう。22位はプリンちゃんでした。俺ありがとう。改めて写真集発売決定おめでとう。魅力ですが応援できてよかったです。いやいやいや、そんなことないですよ。でもなんか本当に今回のイベントをすごい忙しそうにされてたので、はあ、なんかいつもお疲れ様って感じですね。でも本当だ、支えてくれてありがとう。写真集に向けて仕上げるであろう愛子の究極ボディを見るのを生きがいにして推し活頑張ります。え、待ってちょっとプレッシャーを今感じた頑張ります。ラブラブラブ、ありがとう。これもうちょっと大きかったらよかったな。ありがとうございます。22、うりんちゃんでした。続いて21位、チェリーさん、ありがとうございます。あーあーあー、聞こえない聞こえない、私もう都合が悪いもの、もう耳にしないから、目にしないしあー、チェリーさん、21位チェリーさん、ありがとうございます。イエーイ。もう本当にドゥームズデーの時からお世話になりっぱなしです。写真集心待ちにしてます、ありがとうございます。ありがとう、嬉しい。ありがとう。
ゃん。言える。キラキラ。あ、これ何ですかね。花瓶。いいかな。ありがとうございます。チェリーさん、チェリーさんはねすごいね。なんか小説家って感じ見た目小説家って感じな気がする。なんか執筆活動してそう、なんか書いてそう、はい、続いて20位ケンケンさん、ありがとうございます。写真集楽しみ、仕事忙しいけど応援してるよ。ドレスかわいい、似合うね。ありがとう、嬉しい。あー優しい。20位ケンケンさん、ありがとうございます。ケンケンさんは優しさの塊、いつもありがとうございます。お仕事いつもお疲れ様だよ、頑張っていて偉い、ありがとうございます。頑張っていて偉いです、あなたはありがとう、癒されます、ありがとうございますすごい、もうはっきりケンケンさんの後の後ろにあの葵さんの名前が書かれてあってちょっと今笑ってしまったでもありがとうございます。ちゃんと私のことはねすっごい応援してくれてるの知ってるんですよ。でもなんかでもね知ってるんですよ、あの葵さんのことはなんかすごいこうずっときっと応援されてるから、私からはねまあ何も言うことができないからいいですいいです、全然気にしてないので大丈夫です。はい、ありがとうございます。20位はケンケンさんでした、ありがとうございました。本当に気にしてない
本当に全然気にしてないよ。気にするわけないじゃないですか。なんで私が気にしないといけないの。続いて、19位、愛媛みかんさん。はい、愛媛みかんさん19位でした。ありがとうございました。ありがとう。愛媛みかんさんはイベントですごい名前を見た記憶がめっちゃあって、まあ そりゃね19位っていうすごい順位にいたら当たり前なんですけど、でもなんかすごい名前を覚えたきっかけになったというか、ありがとね愛媛みかんさん。普段の配信でも来てくれとうよね、ありがとう。本当に愛媛に住んでるの？愛媛のみかんが好きなの？私もみかん好きです。愛媛出身？ありがとね。花束を愛媛みかんさんに差し上げます。あ、愛媛住んどるんや。そうなんや。愛媛すごいいいところですよね。人も優しくて私大好きです。ってことは愛媛みかんさんもいい人なんだろうな。アットボブって書いてあるけど、ボブっていう子が好き、ボブが好きなんですか？ボブの髪の毛の子が好きなの？なんかめっちゃ質問攻めしてる。またいっぱい話しましょう。よかったら聞きたいことがもっとある。教えて愛媛みかんさんのこと。続いて、18位、マシャマシャさん、ありがとうございます。大事なことはいつでも教わってきた。18位、マシャマシャ、48、46、推しマシャマシャさん。ありがとうございます。うさぎ、
マシャマシャさんありがとうございます。18位、すごい、本当に本当にありがとう。お花写真集楽しみにしててね。遅くなったけどありがとうございました。マシャマシャさんのおかげで写真集を出せることになりました。ありがとうございます。マシャマシャさん、いろんなアイドルさんが好きなのかな。48、46推しって書いてあるから、まあ、その中でもね、私を見つけてくれて、そしてイベントを応援してくれて、本当に本当にありがとうございます。期待して待っていてください。写真集ありがとうございます。続いて17位、まさきさん、ありがとうございます。まさきさんいた。頭の中が白くなっていくってどういうことですか？初めて写真集買うならアイコジの方が欲しいと願っていたので参戦ありがとうございました。ありがとう、嬉しい。じゃあ嬉しいコメントありがとう、高いとこ。はい、まさきさんありがとう。いつもコメントが楽しそうで良きです。嬉しいです。そんな初めて買う写真集になるのが私でいいんでしょうか。嬉しい、嬉しいメッセージありがとう。マシャマシャさん、スクショ、スクショしなきゃ。そうやってコメントしてる間にスクショできるんじゃない。アクション、ポワくしゃみで飛んでいった風。アクション。ありがとう、まさきさん。頭真っ白。じゃあ今、はい、じゃあスクショタイム、スクショチャンス、パシャ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 、ありがとう。じゃあ続いて16位、白ふくろうさん、ありがとうございます。
あ、こんばんは、白袋さん。じゃん、16位、白袋さんでした。ありがとうございました。いつも本当にありがとう。遠くにおっても、空は同じで、心は一つです。ありがとうございます。この間、お話が会えて嬉しかったです。なんか、いろんな事情を乗り越えて頑張って来てくれたっていう話を聞いたので、なんかね、なかなか会えるのが奇跡みたいな感じなんですけどありがとうございました。遅くなりました、お礼。ありがとね、今日も抜群に綺麗ですって。ありがとう、嬉しいです。ありがとう。この間のリアルお話会、一生の思い出です一生の思い出になっちゃった。ありがとうございます。これからも仲良くしてください。ありがとう、嬉しい。次は15位から、6位までいきますか。続いて15位の方、あおさん、ありがとうございます。愛子寺にとって素敵な写真集になることを願ってますね。ありがとう。はい、あおさん、ありがとうございます。遅くなりました、ありがとうございました。写真集絶対喜んでもらえるように頑張る。青さんの、この写真集本当にいいねって言ってもらえるコメントをね、想像しながらいいものを作り上げられるように頑張ります。青さんからのグッドボタン、高評価がもらえるように私頑張ります。ありがとう、青さん、嬉しい。もう本当に何回も名前見ました、イベント中。もう本当にありがとうございました。花束あげる、あおさんに。ありがとう。これからもひっそり応援してます。いいです、もうひっそりでもいいです、全然応援してくれるならそれでいいですありがとう、はい、15位青さんでした。ありがとうございました。続いて14位ハイキーさん、ありがとうございます。
写真集というものを初めて買うことになりとてもドキドキしています。そうなんだ、なんか意外と写真集を初めて買うっていう人多いですね。お待たせしました、ハイキーさん。もう本当にあのゲームアプリの時からね、結構もう数ヶ月間ずっと私たち繋がってますね、なんかイベントでハイキーさんありがとう、本当にイベントお疲れ様でした、ありがとうございました。ずっと夢に見てたので、叶えてくれて本当に嬉しいです、ありがとうございます。はい、初めての写真集購入をが愛護辞ということなので、ハイキーさんがどういうものを見たいのか、どんなものがタイプなんかは私は分かんないけど、でも多分私がいいものを作ろうと仕上げた写真集は絶対ハイキーさんも喜んでくれるかなと思います。ドゥームズデイのちょい前からの新記事です。そっか、ありがとね、嬉しい。私の知ってくれたことも嬉しいし、応援してくれてることも本当に嬉しいし、幸せ者です。私はハイキーさんありがとうございます。14位でした、遅くなってごめんなさい、ありがとうございました。ハイキーさん、続いて13位、ザンタクさんありがとうございます。あ、生きがい、生きがいギフトありがとう、嬉しい。13位はザンタクさん、はい、ありがとうございました。最後まで私たちファンの前では笑顔でいてくれたことが何よりも幸せで尊いことでした、ありがとう。嬉しい、ありがとうね。13位ザンタクさん、あの大丈夫ですか、ザンタクさん生きてますか昨日は、はい、大好きな人をお見送りされたばかりだと思うんですけれども、ね、イベントありがとうございました本当に死にかけてます、え、死なないで、ダメです、私のために生きてください、死んだらもう私が許しませんでもさ、来月もさ、みなみさんがね卒業したりするしね、撮影楽しんでいってらっしゃい、楽しみに待ってます、1億撮影、あっちょっと逃げたな逃げましたね、撮影楽しみます、ありがとう、ありがとうございます、頑張るし楽しんでくる、ありがとう。13位でした、イベントお疲れ様&ありがとうございましたの気持ちを込めて、 あと普段いつもありがとうございますという気持ちをも込めて、はい、ザンタクさんにプレゼントです、飛んでいけ、しょ、ありがとうございました。続いて12位、あ、そうだよ、スクショしたかった、ありがとう。次12位、
ズーニーはあおっちさん、ありがとうございます。あおちさん、ありがとう。ありがとうございました。遅くなってすいません。お礼ありがとうございました。12位はあおちさんでした。イベントお疲れ&ありがとうございました。写真集本当に楽しみにしています。ありがとうございます。あおちさん会いたいです。愛子ちゃん呼びしてくれるよねいつもね。あおちさんありがとう。可愛いです。なんかちょっと緊張しながら話してるの。緊張してるかどうか分かんないけどそう見えてるだけかもしれないけど、お話し会とかで愛子ちゃん呼びしてくれない、くれるよね。ありがとね。これからも応援しています。ありがとうございます。私も青地さんのこと応援しています。ありがとう。これからも私のこと好きでいてね。私の、あの写真集を買うまでは好きでいてください。ありがとう。お花です。あおちさんのためのお花です。ありがとうございます。12すごすぎる。いやすごすぎるよ本当に本当に。もうみんなのおかげでこんなね新州なんてもう本当にすごすぎるよ。12位なのもすごいよ。ありがとう、応援できてよかった。こちらこそ、こちらこそありがとうございました。続いて、11位、おつかれさん、ありがとうございました。はい、お疲れさん11位でした。ありがとうございました。イベントお疲れ&ありがとう。確か私のスーツを見てめっちゃ応援してくれてたような気がします。なんか私の OL 配信を見てなんかめっちゃいいみたいな感じで X で言ってた気がします。ありがとうございます。まあお疲れさんが他のメンバーをしてること知ってるんですけど、なんかそれでもね私のイベント11位っていうね、すごすぎる順位で、ね、それぐらい私のこと応援してくれてたお疲れさん本当にありがとうございます。なんか他にも推しいるのに私にこんなに応援を届けてくれてありがとう。ありがとうね、お疲れさん。11位でした。ありがとう。続いて、
絶望はチャンスじゃないか。続いて10位、くじまささん、ありがとうございました。10位、くじまささん、ほほーい。10位はほほーいさん、別名ほほーいさん、ありがとうございます。イベント本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でした。遅くなってごめんなさい。マジでずっと好き、くじまささん。本当にいい人すぎる。だから本当に幸せになれって感じ。写真集おめでとう、愛こじの魅力 150% の写真集になりますように。ありがとう。なんかさ、本当にくじまささんさ、なんか多分日本で一番、世界で一番お金持ちとかになった方がいいレベルで、本当にいい人だよね。もう本当になんかいきなり宝くじ1億円当たるとか、なんかそういういいことがあってほしい。本当になんかね、マジでもうくじまささんに何回支えられてできたんだろうみたいな。幸せにならないとおかしい。やてか今も幸せか。なんか私なんか幸せじゃない前提。いや今よりもっと幸せになってほしいっていう気持ちです。当たれるような気がしてきた。当たります。じゃあもうね、今日から今からのくじまささんの人生が急激に良くなる魔法をかけます。はい。愛こじが幸せなら幸せでございます。なんかね、もう泣けてくる。もうくじまささんいい人すぎて、本当にいい人なんだよ。もう全世界の人に知ってほしい。ありがとう、本当にありがとう。イベント中もめっちゃ励みになりました。ありがとうございました。イエーイ、ありがとうございます。次、9位、あっちゃさん、ありがとうございます。本当にくじまささん大好きです。ありがとうございます。いつも9位、あっちゃさん、あ、いた、ありがとう。あちささん、眠くない？また卒業したメンバーのグッズを飾ったお部屋にいるんですか？抜け出せ、もうちょっと抜け出せないじゃないですか。もう大丈夫？最近どうですか？私は結構元気ですよ。ありがとうございました。一筋ですから、ありがとうございました。
愛子ちゃんの夢が叶ってよかったです。ありがとうね、あっちさん。本当に9位は、あっちさんありがとうございました。イベントで、あのね、本当めっちゃ最後の方を駆けつけてくれたよね。なんか最後の方だけじゃないけど、ずっと応援してくれてるのは分かってたんだけど、あのうわーってなってた時にさ、ギフトで、うん、なんか正直すっごいびっくりした。こんな応援してくれるんやってめっちゃ思った、あっちゃさん。けどあれは王子様ですあれは王子様のすることなので、実質もうあっちさんは王子様なので、はい、もう私の王子様ですねありがとうございました本当にありがとう。あっちゃさん、あっちゃさんにお花あげる。ワン、ありがとう。私のね、夢が個人的に叶ったのもそうなんですけど、応援してくれてる方にいいものを届けられるように頑張れるのもすごく幸せです。ありがとうございます。チャアさん、チャアさん、ありがとう。本当アイドル人生の集大成、なんか私なんか終わりそうじゃないですかなんか人生が終わりそうその言い方面白いねありがとう、チャーさん。次、8位ガントチャートさん、ありがとうございます。ガントチャートさん、あ、こんばんは、ガントチャートさん、ありがとうございました。写真集もだけど、これからのアイコジと ST48 がどんな景色になるのか期待大で楽しみです。ありがとうございます、期待してくださって。じゃあ期待して、待っていてくださいね。はい、8位ガントチャートさん、ありがとうございました。期待して待っていてって、なんか日本語おかしいかな。待つに、待つと待つ重ねてる。期待していてくださいでいい、よかったのか。まあいいや、ありがとうございます、ガンちゃん。ガンちゃん、たまにオレンジ緑になるガンちゃん、ガンちゃん、たまに紫のところが緑になるガンちゃん、まあいいけど、オレンジは共通ですか。じゃあオレンジだけの時はどっちを押してるか分かんないようにしてるんだ。タオルも持ってるのに、嘘です。ありがとうございました、本当に。
イベントを応援してくれてありがとうございます。なってめっちゃ点点点点ってなってる。面白いんだけど。一公演に一回はペンライト壊れるから。え？ペンライトってそんな都合のいいようにできてますか？え？何？そんな STU48 のペンライトってさ、壊れやすいんですか？ありがとう、ガンちゃん。まあこういうことがね、言える仲になったってことですから。ボタンが暴走したり、え？ガンちゃんさ、そんな暴走してるなんかさ、なんかめっちゃ普通にあれだよ、なんかそんな慌てた様子もなく、なんか普通に振ってたけどね、この間。あれ何だったんだろう、あれ何だったんだろう、本当に。暴走しないけど、ペンライト。私何回もペンライト触ったことあります。しません、暴走はしません。次。じゃあまた話そう。ちょっとふざけすぎたかも。次、7位、おみかんさん、ありがとうございます。7位、おみかんさん、ありがとうございます。はい、7位はおみかんさん、ありがとうございました。みかんちゃん、ありがとう、いつもありがとう。あとめっちゃいつもお話できて楽しいです。これからも仲良しでいようね。ありがとう、みかんちゃん。セルフプロデュースが上手な愛子さんの写真集すごく楽しみにしています。ありがとう、みかんちゃん、嬉しい。もう褒め上手です、おみかんさん。多分おみかんさんはもう私の落ち込みやすいところとかも全部わかってるので、それを分かった上でいろんな言葉かけてくれるので、めっちゃ優しくて本当に私のことをよく分かってる一人だなって思います。あとみかんちゃんのいつもね、細かいよく見てる感想とかがすごい好きです。ペンライトは暴走させないように気をつけます。
あのさ、みかんちゃんもたまに暴走してるよね。あ、なんでもないです。なんでもないです。はい。あ、見えてるからね。うん。ありがとう。7位おみかんさんでした。嬉しい言葉ありがとう。いやでも基本的にみかんちゃんはすごいもうね、私のことが大好きなんだろうなって思います。絶対私のことが大好き、まあ、多分一番好きなんだと思うよ。いろんな推してる子の中で、まあ、その中で一番ですよね。大好きです、一番です。言いましたね。言いましたよ。言いましたよ。あ、やべ、45分。次、6位。ちょっと今日6位までになっちゃう。ごめん。許してこじ。6位。6位はイルちゃん、ありがとう。イルロッソさん、ありがとうございました。はい、ゆうちゃん6位ありがとうございました。イベントおつこじおつこじ、また今度お菓子の話しよう。ありがとね。新州楽しみにしてますね。ありがとう。楽しみにしていてください。イルロストさん元気ですか？私は京都に行きたいです。お正月京都に行きたかったです。これシールになってるんだ。え、シールじゃない。あ、これカードか。カードでした。ありがとうね。あいこじこんばんは。昨日はありがとう。座席近くまで来てくれて嬉しかった。あ、ありがとうね。練り歩きだね。私のペンライターは暴走してませんね。してませんね。あ、あと昨日さ、亀戸籍いたよね。頑張ってカメラ目線したけど気づいてくれましたか？あ、そう、あとね、亀戸籍のもっと後ろの方に愛子っていう大きいうちわを掲げてた私のファンの方がいて、もうすぐ分かりました。出てきてサングラステージの時にあって思いました。ありがとう。ヒルタン、ヒルタンありがとう。
チャチャダダチャチャダダダ。撮れました？本当に？よかった。また私にちょうだい写真。今修正中。私修正が多いから大変ですか？もし白目こんな風に今白目向いてたら黒目に戻す作業をしてくださいね。こんばんは。はい、というわけで、そんなことできるんだ。え、わかんない、できるのか。え、ちょっと待ってください。皆さんに、え、54321、あ、え、惜しかった、ごめんなさい。残り5名の五天王の方、五天王の方すいません。じゃあ明日準備しとく。あ、じゃあさ、明日さ、書くやつさ、写真に書こうと思ってるんだ。次のなんかチェキ前もらったからさ、オフショットのやつ写真が残あるから、これに書こうと思ってるんだけど、どれがそう、渡すことできないんだけど、どれがいいとかありますか？もしよかったらコメント、明日、今日のコメントでもいいし、明日のコメントでもいいし、 X でもいいし、どんなコメントされるか、明日までドキドキが続きます。何かしらの方法で私にこの写真がいいっていうの教えてください。てか、この衣装のやつ多めなんですけどね。バレたいん？これですか？これどうですか？ファミで渡したらいいのに。え、確かに渡せないのかな。渡したいな。ドド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 。ちなみに私は これとかお気に入りです。これもいいけどね。はい、じゃあ
これにくっつけようかな、メッセージ、メッセージカード。またこれに書きます。サンキューな。ありがとうございました。それでは明日会いましょう。坂典さんが上げてる写真めっちゃいい感じ、ありがとうありがとう、ああありがとう。はい、ではこんな感じで今日はこんなワンピースでお届けしました。イエーイ。ちょっとエレガントでしたね今日は。ふわーの明日のお洋服も楽しみに。それではランキング読みます。13位、あっちゃ王子あっちゃさんの後ろに王子がついてんだけど、私が王子って言ったからかわいいな。12位、だいだいさん。11位、
12位11位、ダイダイさんびっくりした。12位ダイダイさん、11位ダイダイさん、10位高湯さん、9位ソリオさん、8位銀色金魚さん、7位クジマサさん、6位リョクさん、5位ジャボテンさん、4位スズネさん、3位ケンケンさん、2位ウリンちゃん、そして1位はハイキーさんでした。ありがとうございました。パー、ありがとう。ハートにようこそ。ありがとねー。バイバーイ。